シシザ V は、シシザにある、ワ小楕円大銀河である。2007年にスローンデジタルスカイサーベイのデータから発見された。太陽から約18万パーセクに位置し、約微遅く173キロメートルの速度で遠ざかっている。楕円型で高度が半分になる半径は、約130%パーセクである。シシザ V は、 銀河系の共銀河で最も小さく暗いものの一つであり、高度は太陽高度の約1万倍で、典型的な球状星段よりもかなり暗い。しかし、質量は約33万太陽質量であり、この銀河の質量高度比は約75となる。比較的高い質量高度比は、シシザブイが暗黒物質に占められていることを意味する。シシザブイの構成には、 120億歳以上の古いものが多い。これらの構成の金属量は FEH-2.0 プラスマイナス0.2と低く、重本素の量が少なくとも太陽の100分の1以下であることを示している。シシザ V は同じく銀河系の共銀河であるシシザ4からわずか3度しか離れていない。後者は前者よりも2万パーセク程度太陽に近い。 これらの二つの銀河は恒星のブリッジでつながっており、おそらく互いに物理的な影響を及ぼし合っていると考えられている。ありがとうございます。